東日本大震災被災地支援経理第57回サンケイスポーツ杯争奪戦チャレンジ優勝インタビューを行います。それでは優勝しました98期福島の山口茂選手の入場です。山口選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。なんとね、今回も優勝なんですけども、前橋の時も確か521、あ、今回は521ですね。前橋の時は421なんですね。はい。そしてその前の優勝の時が621かなんかなんですよね。そうですね、その通りですね。準決勝2着の時には優勝っていうのが多いですね、はい、たまたまだと思うんですけど、なかなか自力で思うような競争できないので、はい、今度は自力で勝てるように頑張りたいですね。まあ、この大宮競輪場は埼玉県にあるんですけども、埼玉県の出身ですよね。そうですね、熊谷の隣の深谷出身で生まれ育ったこの大宮で優勝することができてとても嬉しいです。そして大学は、川越にある東京国際大学を卒業しました。ということで、埼玉にはね、もともと埼玉が地元みたいなもんなんでね、本当にこの優勝良かったですね。そうですね、とても嬉しいです。師匠は鈴木健太郎選手ということで、年下の師匠なんですけども、何を教えてくださいますか？そうですね、競争の面はもちろん、内面の言葉で全てのことを教わっております。まあ、一流の、ね、鈴木健太郎選手の、全てを盗んでですね、これからもっともっと活躍してもらいたいと思います。最後に大宮競輪のお客様にメッセージをよろしくお願いいたします。今日は応援どうもありがとうございました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。ソロ一周行います。お近くをご覧いただきます。Thank you.